香取保妻ズマは、日本の中近工芸作家、歌人である。学問としての金工師を確立し、研究者としても優れた。日本における美術の工芸家として、初の文化勲章を受賞。東京美術学校教授、芸術院会員、提出博物館議芸員、国宝保存会場務員、文化財審議会専門委員などを歴任。保ズマは、ガゴで、 本名は修二郎。近郊の人間国宝である、香取正彦は長男。千葉県印馬郡船尾村に生まれるも、5歳で、桜の朝方新社の宮司、軍司秀綱の養子となる。一時両親のもとに帰るが、7歳からの10年間を、桜で過ごす。桜周辺は、遺跡や古い寺院が多く、穂妻は、幼い頃から古代への関心を抱いていた。 1889年、桜修正学校に学ぶ。また和歌を作り始め、桜修正学校の蔵書、万葉集を写し作家を学んだ。この頃から古代への関心がさらに強くなり、昔から作られていたような仏像などを自分の手で作ってみたいと思うようになる。そこで、穂妻は、秀綱に上京したい、と願い出た。 ホズマが東京に出て物資になった場合、後を継いで、朝方新社の宮司になる人がいなくなってしまうが、秀デ自身も、学問に優れた人で、ホズマの実力は認めていたため、その願いを聞き入れた。しかも状況の資金は、代々受け継がれていた土地を売って準備してくれた。ホズマは後に、私が東京に出て勉強できたのは、養父の恩恵によるものです。と解雇している。 朝方新社の境内には、現在でもホズマが作った、釣り道路が奉納されている。1891年、東京美術学校に、主席で合格、中金化へ進み1896年に卒業。卒業制作は、上古婦人立像。その翌年、桜市にある旅館の娘玉と結婚。翌年、長男、香取正彦が生まれる。 1898年に日本美術協会展で獅子置物が北条一等になり、1900年のパリ万国博覧会で銀賞費を受けるなど国際的に活躍。しかし実際には作品はなかなか売れず厳しい生活が続いていた。中金を行うには模型や絵型を作ったり金属を溶かしたりするので、 一人ではできず、何人かの弟子と共に生活していた。ホズマは、妻の嫁入り道具を売り、彼らを養った、と言われている。やがて、極度の貧困生活に耐えかねた妻、タマが、故郷に帰ってしまいホズマは途方に暮れる。そんな時、印在市吉高に住む友人、富井宗之助の家を何度か訪れては、実家や養父に言えぬ心の内を明かしていたという。 ホズマの身の回りの世話をしていた養母の母である、金子牛の協力もあり、ホズマは再起の努力を続け、1903年に再婚。1933年には、東京美術学校教授となり、学問として母校で、中金士、長金士などを講義、多くの行進を育てた。ホズマは、この後意欲的に作品を制作。 その技術を高め、名実とともに、中近の世界の第一人者として認められるようになる。また、近郊史の研究にも取り組み、日本近郊史近郊史団、日本中郊史など、学術著書は40冊を超え、同時に多くの研究論文も残す。また、定点の工芸部設置では、同郷の津田忍と共に尽力し、近郊を美術として、 社会的に認知させる努力をした。1934年12月3日、提出議原因となる。1953年、これらの功績を認められ、文化勲章を除訓された。同年に、文化功労者として検証。伊藤幸を長塚節らと、正岡式文化のネギ師短歌会の荒ららぎ派の歌人としても活躍し、1954年の宮中、 新年加え死の飯うどとして、飯うたを創上することが許された。生前に、天の神榊など数冊の画集を出版した。小説家の芥川隆之介、高浜巨子とも親交があったとされる。1954年に、急性肺炎のため81歳で没する。墓所は、豪徳寺。保妻の作品は、古典派、伝統派と呼ばれ。 東洋や日本の古い形、文様を基本としながら、実用性重視の作品を制作していた。工芸は使用するものであるから、使用するのに便利であるとか、あるいは手に持つものならば持ちいいとかいうようなことがある。と実用の重要性を述べている。さらに、目で見たところの美しいものとか、いうことが、第一条件のように思われる。使用することを前提とし、 使いやすく、手触りが良く、その上美しいことが重要である、と主張している。古い作品から学び取ったことを、自分の作品に投影して古典に基づく制作を、していた。伝統派のホズマであるが、新主張によるフォルムや、新たな創造性を作品に加えることも行っている。例えばホズマの作品の一つである、法では、 古代からの形に、写実的な動物の顔や手足を組み合わせている。鳳凰の顔はそれまでの鳳凰に比べ、丸みを帯びたフォルムが特徴的である。また、鳩ゴーロでは、羽には古い文様が施され、古典的なイメージを保ちながらも、鳩の足は、アールデコを思わせる直線的な面取りがなされ、新たな主張を意識した作品になっている。ありがとうございます。